はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャルやっていきたいと思います。今回も前回に続いての青道高校での、サクセスチャレンジをやっていきます。で、編成は変わってません。まあ自分はもうこのデッキが、一番ベストだと思うんですけれども、若干変わったところとすれば、まずただのくんね、ただのくんを、レベル35まで上げました。で、あとフレンドで、PSR のライチをお借りすることができたので、まあ、38レベルですけれども、やっていきたいと思います。なのでただのくんね、結構使えるんすよ。やっぱ精神でね、回復しつつポイントが稼げるっていうのはでかいんで。で、いきなりコツが発生してますね、サイが。しかも水鳥もいるんで、まあなかなかいいでしょうと。そうで、ポジションはね、今回キャッチャーで来てます。で、パワーアピールポイントではあるんですけれどもF っていうね、 F の31とかだったかな、なんかめっちゃ弱いっす。普通に弾道1でパワー F の31ですね。だから多分初期値 G とかだったんでしょうね、悲しいことに。あとはまたちょっと、なるべくね、ただののね、評価を早めに上げたいんですよね。メンタル練習を絡ませつつ。で、あと、制動量ですね。制動量の使い方は、まあ、ちょっと、練習とか何にもない時に、まあ、覗いてみてといったところですかね。で、まあ、状況にもよるんですけれども、制動魂ですね。まあ、一回発生させられればいいかなと。これは、いっぱい来てるね。どうしようかな。まあ、監督もいて、ただのもいて、まあ、神谷のね、コツはね、抑えきれないんで、まあ、ちょっと優先度は低いですね。で、水鳥もちょっと厳しいっちゃ厳しいんですよね。対左がやっぱり厳しいんで。つくものところに行きましょう。まあ、ここが一番いいと思います。監督もいてっていうのもありましたので。まあ、ポイントもゲットできたんで。だからね、精神練習を、まあ、するっていうのもね、結構いいんですよ。精神のレベルを上げると、もうかなり手に入るんで、精神タックで。だから精神練習に2人とかいたらもうやっちゃっていいかもしれないですね。なので一応まあこの期間だけは、自分のフレンドはただのにしてます。まあ、精神練習ね、全部で、各練習1枚ずつ入れないといけないんですけれども、まあ誰入れようかなと思っている人がいたら、まあただの使ってあげていただければと思います。ちょっと精神覗いて、まあ誰もいないと。で、まあこういう時は、ただのを優先していきましょう。まあつくももいたんで、つくももね、結構早めに評価は上がるんで。さて、ここも特に何にもない。監督だけか。監督だけっていうのはな、ここ3人いるけどちょっと無理だよな。つくもがもう上がってますね。今日は寝ましょう。あ、そうそうそう、あとアイテムですね、アイテム。あ、つくもの1回目が来ましたね。で、これは続けます。2回目経験点がね、結構もらえるんで、まあ、レーザービーム別に取れたとしてもつけはしないんですけど、まあ、マネキは持ってくるとして、今回ね、万能パワードリンクを持ってきました。もうサボり癖とかついたら即使います。今日の練習はどうしようかね。サイガを上げておきますか。まあ、サイガのタッグも結構いいんで。で、これは経験点ですね。お、あ、こっちか。体力を回復しておきましょう。まあ、ポイントももらえるんで。いや、これは俺はかなり好きなイベントですね。で、ただのも5つ、タックと。だからただのくんどれだけ働いてくれるか、俺のデッキの中ではかなり肝ですね。お、バナナチャージ。バナナチャージもね、最初体力回復するんでいいイベントっすよね。さあ、ここで精神量に行けるようになったけど、もうこれは練習を見て。あー、キャッチャー20まではこれ取れねえな。精神が全然足りてない。まあ1回掴んでおくのも
いいでしょう、まあ、監督の評価も上げつつといったところですね。お、でも精神が上がった。あー、これね、まあ、言い方に気をつけろだと経験点が手に入るんですけど、ちょっとただのの評価を上げておきましょう。まあ、これでもね26ポイントは手に入るんで。うわ、これはバッド系のイベントだ。さあ、ここで精神を除いてライチか。どうすっかな、寝ときますか。この体力なんで一応精神量除くだけ除いとく。ただのがいるね。ただのと練習取り付けようか。まあ、ここでねたまに結構いい経験点が手に入ったりするんですよね。これなんだろうな、スポーツあたりにしとこうか。聖堂魂が上がった感じですね。まあ得意練習に来てもらいましょう。で、最後の福井部2回目ですね。まあ、ここはちょっと体力が削られますけど、経験点がそれなりに入るんで。さて、これも美味しいけどちょっと無理ですね。まあ、スカウトがいるんでメンタル練習で回復しましょう。まあ、これでね40ポイント手に入るんで、40ポイント手に入って体力が回復するって、いやすごいっすよね。ただのくん今までもただのくんすごい見くびってたんですけど、今回のイベントに関してはめっちゃ使えます。これもかなり美味しいイベントですけど、あー来てるね、来てるけどどうしようかな。サイガーのコツか。いや体力減ってるんで今回はただのに行きます。さあ、これでかなり全開近くになりましたね。ここはどうしようかな。クリス先輩にしてキャッチャーを取るっていうのもありなんで、ちょっとクリス先輩に声をおかけしてブロックの丸をつかむとこれは喧嘩を止めておきましょう。さあ、こういう時何か、ああでもここ3人いるっちゃ3人いるのか。まあただのとつくもはたまりきってるけど、監督もいるしな。ちょっと精神量を除いて、ちょっとこれだったら練習しましょう。神谷カルロスくん、神谷カルロスくんはねまだレベルが20なんで、タックがねそんなに強くないんですよ。タック60とかだったと思うんで、まあこれでねサボり癖がつくんでもうマジ君何なの本当に、毎回毎回サボり癖ついてさ。まあ、今回コツも来てるんで、まあ、ただのくんですね。じゃあここでキャッチャーは抑えられると思うんで抑えましょう。精神がギリギリだったな。まあでもここでただのから精神はもらえるんで。ライチの金徳1回目ですね。まあここでは体力減らないんで、しかもつくもの体力回復イベントと。さてこういう時も、水鳥とライチの評価を上げるのもありですね。カルロスはちょっとほっとく方向でいいかな。じゃあ2人の評価上げましょう。で、バナナでチャージはね、真ん中はね確率でこう悪かったり良かったり普通だったりで分かれるんで、まあ俺は無難な感じでいきます。まあ、一番下だと安定して26ポイント手に入るんで。で今回もちょっとって感じですね。 8% 強行するあれでもないんで、精神量除いて、ライチか。ライチまだ溜まりきってなかったよね、タックが。いやこれはちょっと微妙だな。まあ、寝ましょうかね。精神のレベルを上げたい気もするんだけど、まあ寝ときますか。まだちょっと早い時期なんで。まあ最後の金徳も途中経過がそこそこ経験点手に入るんで、最後はもうイベントでもね結構経験点入るんでいいっすよね。
この能力はきついよな。パワヒーは抑えられるな。あれ、パワヒー188あったっけ、そんなかかるんだ。たっけえな。弾道3にするか、それとも弾道は1のままにしておいてパワヒーを潰しておくか。悩みどころではあるな。パワヒー取っとくか。もうさて、これでホームランが打てるかって言われたら多分打てないっす。FF だと、自分の実力だとよっぽどうまくいかないと打てないっすね。でしかも代打なんでね、この1打席をものにする。どうだ、あ、いったいったいってた。学校だからか。もう一回回ってきたね。ミッシーマンになってる。ミッシーマンにフォークか。これはさあ、これはあー失投だったけど、もうちょい下を叩くべきだったか。なんとか勝ちましたね。そう、これね、練習試合で勝つとこの後のイベント、ここですね、ここで経験点がもらえるんで、なるべく勝っておきたいですよね。さて、ここもなんか微妙な感じだな。ここはちょっと精神量を除いて、ただのがいますね。まあ、練習取り付けた場合は3ターンは確かいけるはずなんで、これどうしようかな。鉄だお、体力あるし。でポイントは10か。精神魂も少ししか上がんないっすね。でこれは金徳ですね。金徳はまあ続けていきましょう。まあ、最初は選択肢がなく勝手に続くんですけど。さて、メンタルがついてますけど、約束3なんで、この体力量だったらこっちのコツを狙いますか。ライチ溜まってなかったのがちょっとあれだな。でライチに至ってはコツはこの経験点では全部潰せないので、軽いものは潰していきましょう。まずはムード、ムードくらいかな。いけんの。初級とかも対エースか、対エースか初級どっちかだな。精神はね、結構ただのと練習するんで、対エースどこだ。あー、180いくつって感じか、全部で。なんか同じくらいだな。初級をもう潰しておきますかね。どうすかな。初級って他のイベントで手に入ったっけな。タイエースは確実に手に入ったんで、いいや、タイエース潰そう。さて、ライチ君と水鳥、初級、この体力量だともう次はただのとの精神練習ですかね。サッカーしようぜ。ただのですね。よし、これで精神レベルが上がったんで、精神レベルがね4になるとね、相当強いっすね、このタッグ。ここね10ポイントしか入んないんですよね、悲しいことに。水鳥ですね。まあこれでたまるかな、水鳥は。まあ、落合コーチも発生してくれればポイント稼ぎになりますね。よしよしよし、頼むぞ。 OK。 まあ初詣に行って、どうしようかな。体力量的に、まあ、健康に過ごしたいもありっちゃありなんですよね。健康に過ごしますか。中吉、まあまあいいでしょう。さ
さて、こっからの方。あー、ライチまだ上がりきってないか。でもライチが絡んでるんで結構筋力のポイントもらえましたね。でこれは心で続けていきましょう。ちょっとここはまた微妙な感じですね。監督しかいないか。監督はもう別に追う必要はないからな。じゃあちょっとただのちゃんと、これちなみに同じだな、さっきと。あれ違うここであれか、技術40でキャッチャーのコツもらえるんだ。で精度魂が上がってコツイベントが発生するようになったと。コツイベントって1回だっけ。この体力量でこれどうしよっかな。減らされそうだな体力。おー減らなかったまだあんまり把握してないっていう。 12% か。まあコツが来てのタッグなんでちょっとこれは強行しましょう。よーし OK。これはでかいな。おーい20ポイント下がりますかね。これもまたこれか、こういうバッドイベント系。おーもう寝ろ。ここは一応メンタルだけ見て寝る。もう知らん、ダメだ。これでやる気を削られて、ちょっとまたね雲行きがね怪しくなってきたね。よし OK、 これは成功したか。さてコツが発生してなおかつメンタルで、つくもはこれは全部潰しきれないな。流し打ちは技術が余ってるんで潰しておきましょう。で何気にねレーザービームってね筋力を結構使うんですよね。でハイボールヒットも結構使うんで、まあ、ここはメンタリングをしておきますか。はい、ありがとうございます。そう、ここでね牙の名前が出ますけど、別に聖堂の場合って牙全く絡まないですよね。おお来た出たー、しかもざっけんなよこいつマジで。ひどすぎでしょ。どうしようかなこれ。まあ別にって感じだからな。もういいや、ツインしよう。よし、ナイスお、でもまあこれで体力回復してくれるんで。こういうイベントでねやる気が上がってくれるとすごい助かるんだけど、サイガ、サイガはこれはちょっと広角は潰せないな。無理ですね。じゃあまあ普通に練習をしますか。お、練習だ。結構練習来るなえっと水鳥のイベントですね。どうしようかなこれは。水鳥の評価ってどうだったっけ、ちょっと覚えてねえな。仲良くした方がいいで水鳥の評価を上げておきますか。タック、なかなかただのくんがっていうかライチたまりきってねえのかまだ。2531、20、あ、まあこっちだな。肩がどん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 強化されていくな。おいー、ちょっと精神量覗きますか。いないね、ここは寝よう。いやここでチュンチュン来てもねライチの2回目ですね。そうこれね失敗したところね見たことないんですよね。まだあんまりライチを使ってないんであれなんですけど、ここはさすがにライチの評価いってるね。神谷カルドスも足りてないのか。まあ肩練習4あるし
さてこれでライチの金徳が終わりましたね。まあポイントをもらえるんで全然いいでしょうと。ここはいろんな人たちが重なり合って経験点が美味しいですね。こういう時に只野くんが来てくれないと。結構長いね。あ、そう、カミヤ・カルロスはね、あの前イベでした。自分の編成だと前さん後さんですね。まあ、バランスはいいかなと。光ってるけどどうしようかな。ライチももうタックを決めるんで、タックを決めるけど、練習して次寝るか。ただのが来なかったら寝ます。光ってるけど飽きてるね。まあこれも神谷感動してまだか。だってこれでさ53入るんですよ。53 経験点53入って体力が23くらい回復した。いやほんとすごいと思うんですよ。おい、ただのといないね。どうしようかな。まあライチも上がりきってるからここはおとなしく寝ておきますか。ほい。まあ鉄の壁とかね取らないですからねキャッチャーだけど。やる気がない。ここはどうしようかな。筋力でいきますか。まあ落合コーチの評価を上げつつ頼むぞ。 OK。 これで雑賀の金徳も終わりましたね。まあ金徳が終わったからといって別にそれを取るわけじゃないんで、ちょっとただのの働きがあんまりよろしくないね。ここはカミヤ・カルロスの評価を上げるか、ただのと約束を取り付けておきますか。やる気上がってくれアイドル研究会って何。やる気上がってくれアイドル研究会。上がらない得意練習と。まあこれで3ターンくらいは J アニマルの成功本にしておきますか。なんか野球の歴史とかでやる気上がんないかな。あーでも J アニマルももしかしたらやる気上がったかもしれないけどまあいいや。ちょっとここら辺の普通のイベントがねいまいちわかんないんですよね。ただの約束4か。でもここはライチがいてコツが発生してるからちょっと約束は取り付けたまんまにしておきたいし、なおかつまだ全然ね体力が減ってないっていう。初級取ってこれで大丈夫かな。OK で、ライチと練習をして、で練習で筋力ポイント入って、そうかもうこんな時期か。まあ特能だけはね取ってあるからね。9番キャッチャーいくぜ。ちょっと上げよう。 E まで上げたい。うおー20なのか厳しいね。上がる。あ上がったね。よし OK。 EE っていうのもね実際厳しいもんがあるっすよね。さてなかなかいい感じで回ってきたね。学校だから行くね。 OK OK。アルミヤ君そのプライドをへしょってやるダメだった。変わってるしもう。あしまった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 なぜか手を出してしまった。
これで勝ったんで、ここで、お、やる気が上がった。でかいね、これは。キャッチャーの仕事。経験点が入るんでいいでしょう。まだ3あるんで、ちょっと練習をしますか。と言ってもな、本当にないな。やる練習がないから、まあ少しでも経験点を稼ぐために監督のいるところに行きましょう。あれ、まだ精神上がんない。じゃあここは休んでおきますか。まあスカウト評価も上げつつ。そこそこ。全然上げてないけどね。で、コツが来てますね。ライチなんで、まあ、このまま練習しましょう。よし、筋力はね、やっぱりパワー上げたいんで。そう、これでね、50いくつ ?54 くらいは手に入るんで。まあ、ちょっと削られちゃったけど寝ますかね。ちょっと覗くか。あ、いるね、ただの。室内練習場か。ちょっと練習取り付けますか。え、ちょっと待ってコーチしてあげる。聖堂魂がちょっとしか増えない。お、ここで体力回復してくれたのはマジでかい。てかここでまた削られた。コツコツ。これはメンタルいくか。そうだな、普通にメンタルいきましょう。サイガーはどうだったかな。固め打ちが、あ、取れるね、これは。じゃあ取っておきましょう。で、精神で回復しつつ、これで次は普通に練習もできますね。ただのくんが来てくれるとなおいい。精神レベル上がってるし。あ、これはもうここで体力を回復させとこう。うまいもの食って、まあ、早球骨取ってもね、結局早球骨はもうこの段階だと潰さないんで、体力を回復しておいて、まあちょっとそれなりの練習をしたかったけど特にないな。筋力でもやっておきますか。もう6月の4週か。で、神谷カルロスはさすがにコツは潰しきれないよな。盗塁がマジ重すぎだからね全然ダメだ。もう盗塁潰して終わるな。もうだったらもうそのまま行きましょう。はい、ありがとうございます。内野安打。さて、もう試合が始まりますね。結局聖堂魂は発動できなそうだな。一応見てみます。ただのいるんで、ただのと練習を取り付けて、まあ、絶対練習を取り付けられるかって言ったら、ファンタジーでも見てみる。魔法少女ものって聖堂魂ちょっとしかわかんないな。得意練習にしましょう。だからここで1回でも聖堂魂が発動できればもうちょっと違ったと思うんですけど、まあまた例によってね、甲子園までまずは甲子園まで行くっていう。てかライチなんで聖堂に入ったんだろうそこが最大の謎だよな。聖堂魂もいいとこまでは溜まってるんだけどな。基本的にもうここまで来たらパワーだな。やっぱりパワー D は欲しい。そこからのミートも D 欲しい。うん、こんな感じだな、とりあえず。でキャッチャー二重丸は持ってるんで、まあピッチャーもそれなりに働いてくれるでしょう。ワンアウト満塁。守ってくるね。はい、さよなら。
お、ツーアウト一塁。真田君、君は頑張るね。ノーアウト一塁。肩にかけてわけわかんないって立ってるし。今のはもうちょっと右側だったか。まあ、しょうがないですね。9番だと本当に3回しか回ってこないな。まあ、若干ポイントが足りないけど、最後ヒット打てなかったんでしょうがないですね。これは神谷カルロスか。約束4あるな。どうする、普通に精神量いくか。4あるよね、まだ4あるから。どうする、正統魂をちょっと上げたい気もするな、ここまで来てると。つくもでどれくらい上がるんだ。でもつくもで、つくもって多分そんな上がんないよな。監督とかの方が上がるかな。ちょっとここは正統魂にかけます。監督に行こう。監督ってしかも行ったことないし。いや、上がれよ、これちゃんと。正統魂が上がった、よし。おお、え、監督も監督も見てくれんの。じゃあちょっと精神にいてください。よし、発動した。で、ここはまあこれにしときますか。セドウ魂1回じゃ消えないんで、神谷カルロスだったらメンタルで回復しておいて、あとは練習をするっていう、まあ、そういう方向でいきましょう。だってこれも30回復しての59でしょ、ポイント。でそこから44ポイントゲットだからね。あれ、片岡監督ってポイントくんないの。なんか普通監督の評価高くなってくると10ポイントくれますよね。足りてないのかな。てか敏将が今度張り余ってんな。どうすっかな。高速ベースランって技術もめっちゃ必要なんだ。精神も98必要だし。そんなすげえ能力なのか、高速ベースラン。もう内野安打とか超安いんだけど。一球入魂もなんか取っとこうかな、ホームランを打つために。もう鉄の壁とかマジでいらないからな。まこんなもんでいいでしょう。つくものコツがまだ潰しきれてないか。お待たせいたしました。どうしようかな。神谷カルロス35まで上げようかな。先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー。もったいないんですよね、やっぱり金ゲドウが。ちょっとね、銀ゲドウと普通のゲドウはもう使い切っちゃったんで、ただの上げるのに、まあ、なるべく金ゲドウは残しつつ、あ、ストレートか。ちょっとチェンジアップに絞ったんだけど。危ない球。第4球を投げた。きた、いった。今回は甲子園はいけるでしょう。成功リードで迎える6回です。鳴宮君、今日2打席連続でホームランを放っている。前に進み、ストレートはストライク。バットが空を切りました。まあ、対エースと片身打ちを持ってるから。投げた。ミートもまあそれなりにでかいかな。OKOKOK。まあ経験点も申し分ないでしょう。55。よし、OKOK。おしって。あれ、俺今ダイヤのエースどこまで行ったっけ。沢村が8回投げて、そう春一が代打で出たところか。で哲さんも打って、哲さんとあれか、成宮が勝負してるところか。じゃあどうしようかな、ここでな。カルロス来てもしょうがないしな。水鳥潰せる。はい、左2個。全然ダメだ、技術が全然足らん。じゃあ経験点を優先させるか。お、これ美味しいね。タックじゃないけど、ただのと最後とライチでこんななるんだ。これ美味しい。これやろう。そしてまた肩が上がった。お、いいね、これいいんじゃない。でかいね、83で神谷カリオスは多分絶対こっち潰せないから。
走塁か。マチェット、マチェットは先発鉄砲塚ですよね。鉄砲塚の方がストレートの確率高いのかな。敏捷マジで余ってんな。盗塁も一応潰せるんだ。あと守備職とかさ、なんかいろんなの持ってるからね、あいつ。一応いいや、そのままにしとこう。で、C までは持っていけないか。ミントを C に持っていけるな、まあ、ミントが広ければちょっとホームランを打てる確率があるから。 CC あるとね、だいぶ楽なんですよね、ホームラン打つの。で、あとは1球入魂とかで能力の上がっているときに打ち込んでいくか。1点取られてんな。制度を追展開で迎える2回です。打った、これは強烈、入ればやった。てか制度って先発誰なの、クリアが投げてんの。制度をリードで迎える4回です。先ほど打ちました、痛烈。ちょっとでも点を取っとかないとね。点取られてるから。制度をリードで迎える6回です。いいね、まだ小塚投げてる。これはいい当たりだ、いった。ここでね、次の弓場くんっていうのかな、湯場くんっていうのかな、ちょっとわかんないですけど、あんた結構変化球キャラなんで、うわー、正面に行ってしまったか。まあこれもいいでしょう、得点的には悪くない。あとはあー切れちゃったか、まあしょうがない。でもこれやる気絶好調のままを保てますからね。まあ、特に美味しい練習もないので、肩5でもこんなもんか。29。19の10、悩むな。スカウトっても甲子園に来るとポイントくんないからな。なんか知んないけど。肩にしても捨てますか。あれどこって言ってた。激闘第一か。基本的にゼミ型以外はちょっと自分あんまり好きじゃないですね、どこも。これは一応 C まで持ってくるかな。よし、これで臨もう。鶴屋もね、スプリットがね、やっぱり自分の中ではめっちゃ苦手なんで。ストレートを主体に投げてくるかって言われるとそうでもないし、なんで絶対1回に取れるんだこいつらは。まあ、ただその来たストレートはなるべくホームランに持ってきたいっていう。あー、しまった、ずれたな。2点差のままか。第2球投げた、これは入っては来ないよね。第3球来た、いった。あとは誰か打ってくれ、ライチってか。むしろ入れられてるし、ムライとか変わってるし。フォークか、嫌だな。444ってさ、もう絶対こっちの方が嫌だよ。あー、スクリューか。少し意識しすぎたか。第3球を投げた、これは出るね。ちょっと振りそうになったけど。あー、これ無理だ。いやー、スクリューの連発は厳しいわ。ここで敗北か。まあ最後までいけるのといけないのだとだいぶ点が変わりますからね。俺結構激闘第一嫌いっすね。あ、一応スカウトは結構追ったから1位にはなれたか。川上とかめっちゃ影薄いな。ピッチャーになるとそれなりに出てくるのかな。4300か。やっぱ5000はな、欲しいんだけどな。なかなか難しいっすね。もうこれ適当にいきます。総力適当に上げよう。どこまで行く？
おお、何気にここまでいったか。いいや、これで。あとなんか技術なんもない。コントロールでも上げるか。はい、オッケー。まあ登録はしませんと。一応今のハイスコアが11835、4300ので、ここでも4300で、特攻キャラが30何パーセント38かで、結局10448という感じですね。あ、ちなみにこの11000のハイスコアはもうただの35に上げてから出したやつなんで、これで一応 PR がもらえたな。そう、ただのはね、実はね、なんかダイヤのエース R ガチャとかなんかそんなようなやつでね出てきました。普通に SR がR 系のチケットで出てきた記憶がありますね。まあ、パワチャレには行かなくていいかな。はい、というところで、まあ、今の自分の大体のポイントが、まあ、1万から1万1000前後ですかね。まあ、普通のサクセスで4000いくつっていうところで、で、100% で8000になって 30% で1万ちょっとに乗るっていったようなところをうろちょろしているの で、これであとカルロスを35まで上げたらどこまで伸びるのかっていうのもちょっとあれですけど、ただね、ちょっとカルロスにね、金ゲドウは突っ込みたくないんで、まあ、ちょっとそこが悩みどころですね。というところで、じゃあ今回の、聖堂サクセスチャレンジは終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。